あなたはどの道を選びますか X でこれが話題になってるんですけど B、e、から学校まで3つの道があってあなたならどの道を選びますかあーやと 200m+400m+200m で 800mE やと 100m が4つやから 400mU やと 400m と 100m やから 500m それでこれに対して小学生はあーの道一番道が長くて 朝や放課後の運動になるかららと答えたらしいこれに対して先生は赤ペンを入れて話題になってるとアキトントンはこれに対してどう思いますかって DM が多く寄せられたから答えるとアキトントンならこれは正解にしちゃいますね問題はどの道を通りますかそれで選んだその理由を書くだけやから選んだものに対してちゃんと自分の考えを述べれてるから大正解だと思いますねしかもちゃんと「あ」が一番長いっていうのは分かってて朝と放課後に通るってことも分かってるからもう言うことなしですねおそらく先生は最短を選べっていう問題 と勘違いしてしてまったんかなだから普通に先生ここ合ってるはずって指摘したらいいと思います先生も間違いするのは当然やからそこに対してはお互いに寄り添って進めたらいいかなと思いますちなみに僕なら「う」の道を選びますね理由は「虫が少なそうやから」って答えますってことであの